はい、皆さんこんにちは。よし、ニューアイランド続きをプレイしていきます。今回はワールド3の8ですね。ビッグカニスキーの下水道というところをねプレイしていきたいと思います。早速始めていきましょう。ビッグカニスキーっていうぐらいですから、多分カニのね、形をした敵だと思うんですけど、おお、早速なんか始まってるぞ。これがビッグカニスキーなのか、ちょっと当ててみます。これ当たっちゃいけないんだな。おお、おい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 、えいえい、はい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 、ちょっともうちょっともらっときますか。はい、おっと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 、さっきのあの氷の白い、氷っぽい白いやつは何だったんでしょう。あいつがビッグカニスキーかなと思ってたんですけど、なんか違いそうですね。さあ、取り損なったか。おっと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 、おっと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 、よいしょ。道ができた。ここであれがありますね、チェックポイントがありますね。外がねより一層お祭りが盛り上がってきてるようなんですが、こっちも盛り上がっていきたいと思います。おっと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 、危ない危ない、卵を置いてくる羽目になっちゃった。よいしょ、なんとか突破。さあ、お祭りの音に負けないように僕も声張ってきますよ。ちょっと今カメラずれちゃいましたけど、大丈夫かな、大丈夫ですね。はい、そしたら今度は、おっと、はい、これで、おお、ちょっと卵を回収します。卵を回収して、ほいほいほい、で、あそこにある、はい、なんだこいつらか、このスターですね。このスターも多分やり込み要素なんですよね、きっと。これで、これがビッグカニスキーなんですかね、こいつが。なんか違う気がするんですけど、とりあえず、ボスの面にたどり着いたっぽいです。いい加減に諦めたらどうだ、お前なんか大きなハサミで切り裂かれちゃいなと言ってますね。きっとビッグカニスキーが出てきますよ。わー、これだ、ビッグカニスキーが出てきましたね。どうやって倒すんだろう、ちょっと倒し方の想像が今のところつかないんですけど、どうやって倒すんだろう。
あの目のところを狙えばいいのかな。なんかちょっと違うな。当たらないですもんね。ちょっと上からヒップドロップかましてみますか。ちょっと倒し方がわからないぞ。おお、赤ちゃん赤ちゃん、行かないで行かないで。どうすればいいんだろうか。これを落としてみますか。どうやって攻撃を当てればいいんだ。あの真ん中のところが弱点かな。あ、そうだな。目かなと思ったんですけど、目じゃないですね、弱点が。こうやって口を浮いて、ああ、あっちに出されちゃったか。わあ、めっちゃ怒ってる。おお、行かないで行かないで。さっきのは当たんなかったんだな、きっと。お、わあ、めっちゃ怒ってる。今までで一番怒ってるぞ、これは。1回当てた後、2回続けて当てなきゃダメなんですね、きっと。わあ来るな。さあ、これで、ふらしてこい。卵の元をふらしてこい。で、一回こっちに落ち着いて移動して、どこまで来るかだな。来ないですね。はい、わあ、これで終わりか。まだ来るか。終わった。よし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 。ちょっと手こずっちゃいましたけど、なんとかね、ワールドの3の8も、無事クリアすることができました。ありがとうございます。次はワールド4ですかね。そうですね。ワールド何まであるかちょっとわからないまま進んでるんですけど、ワールド4はあると思います。というわけで、今回も最後までご覧いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。